山福水産株式会社の、はい、社長やっております三崎誠と申します。焼津の港で水揚げされる冷凍のカツオマグロの買い付け業務、あとその買い付けしたその冷凍のカツオマグロを、加工するのをこちらの工場の方でやってます。まあ本当たまたまなんですけど、はい、J-WAVE を聞いてまして、でその時に御社の藤沢社長が出演されたんですね。でその立ったまま座った感じでできるものがあると。で次の日にメールで、いやちょっと興味あるんだけれどもお話聞かせてもらえないかということで連絡を取らせていただいて、というのがそもそものきっかけですね。はい、やはり腰痛っていうのがね、この立ち仕事の中ではこう切っても切り離せないところにはあるものですから、いろいろ試したりもしたんですけれども、どうしてもこう高すぎることと電気を使うっていうのがね、やっぱちょっと気になったっていうのもあって、まあ、そういった中では非常にシンプルに構造的にもね、考え方も非常にシンプルで、これでこれならなんかちょっといろいろ使えないのかなっていうようには思って、はい、うん、まあ、今回カーボンのやつで実際に作業させていただいたのが、まあ、一つがそのロイン加工という魚をこう切ったり削ったりする、下も常時濡れてますし、いわゆるその魚の、まあ、残渣というものも下に散らばったりもしてて、非常に普通にしてても滑りやすいところなんですね。まあ、そういったところで使用させていただいてどうかなと思ったんですけれども、まあ特には滑り具合っていうのはなかった。検品作業、スライスした製品の検品作業をしたりだとか、仕上がってきた魚の検品作業をすると、まあそういったこうある程度一箇所にとどまってする作業の場所っていうのでは非常に使いやすいと。で以前のその足の下に入れるタイプに比べて動きやすいもんですから、ちょっと動いて資材、他の資材取りに行くとか、なんか物を取りに行くっていうのはやりやすくなったという具合に聞いておりますので、まあ、そういったところで使用するのは非常にいいのかなというように思いますね。まあ、やっぱり疲労軽減ですよね、働いてくれる人の。で特にこのカツオに関して言うと非常にシーズン性の高い商材になりますので、3月4月5月6月ってものすごい忙しいんですよ。でそうなるとどうしても残業がこう毎日ちょっと2時間ぐらいずつ続いてくる。で、まあ、最初のうちはいいんですけれども、後ろの方に来るとやっぱり皆さん疲れてきますんで、まあ、そういったところがちょっとでもね疲労軽減につなげていければ、まあありがたいかなと、うん、いうふうには思います。いわゆるその立った状態で検品をするとか何かしらの作業をするっていう仕事って、この水産加工業ってすごいたくさんあるんですよ。特に東南アジア系のね缶詰工場さんなんか行くと、その、まあ、雲仙人の人がね一つのラインのところにドーンって並んで立ったまま作業をしてる。まあ、今後そういうSDGs だなんだ、その労働環境がどうのって、まあ、世界的にいろいろ騒がれている中で、そういうところも気を使ってやっていかなきゃならないとなった時には、一気に導入っていうのは広げられる可能性ってありますね、うん。